やんやエリアリティショーあるある。二人の女の子で迷ってるということを普通に本人に伝えちゃうやつ。正直、ゆかちゃんも、ふみくんのこと狙ってるっていうのを私知ってて、で、だから、もし、よかったら、今ここでゆかちゃんと私どっちがいいって思ってるのかっていうのを聞かせてもらえたら嬉しいなって思ってる。今、ゆかちゃんと、まりこちゃんで、正直悩んでるっていうのが今の結論なのかなって。なんかこう俺ってね、もともと明るい子とか、もう一緒に喋っててなんかこう楽しいなっていう子がすごい好きだったの、だけどそれまりこちゃんなのかなっていうふうに思うんだけど、なんかこうゆかちゃんってなんかこう音楽にすごい詳しいじゃん、なんかもともとバンドとかやってたりとか、なんかこうそういう独創的な人とか見てるとなんかすごい魅力的だなっていうふうに今思ってるのね、だから、正直今だったら、どっちなのかなっていうふうに俺は今決められない状態なんだよね。そうなんだ。そっか。じゃあ私ふみくんに選んでもらえるように頑張るね。現実、正直今ここでゆかちゃんと私どっちがいいのか、なんか聞かせてもらえたら嬉しいなって思ってる。そっか。でもちょっと正直なところ今まだ迷ってて。はあ、ふざけんな。正直ガサガ、正直ゆかちゃんもふみくんのことね。怖い、裏声貫け通せ。正直ゆかちゃん、私とゆかちゃんだったら、どっちの方がなんかいいと思ってるの。ふみくんのこと狙ってるっていうの知ってて、ちょっともう一回、もう一回ちょっと撮っていい？よし。いいよ。